ということでね、今日は久しぶりの生放送をやっていきたいと思います。で、まあ僕といえば対戦をしないで意味のわからないことばっかりやってるチャンネルということなのでね、今日はもうちょい意味わかんないことやっていきましょう。急いでて、先月ぐらいに、まあ、なんかよくニュースゲームニュースで見たと思うんですけど、先月じゃないね、もう12月の段階でリーク絡みで訴訟っていうなんか記事がありますね。で、ポケモンソーシールドリーク絡みの訴訟発生、しかし犯人の正体はみたいなあるんですけど、まあ、これがねはい、これがマジで面白いよ。これね、アビトメーションさんからちょっと引用します。こんな感じでね、記事があるんですけど、配信後にまとめておきますよ。ポケットモンスターソードシールド発売前に、ちょっとこの曲がうるせえな。てんてんててんててんてんがちょっとうるさい。ポケットモンスターソードシールド発売前にゲーム内容をリークした人物がついに特定される。ポケットモンスターソードシールドにおいては、発売前にゲーム内容が流出するという事件が発生していた。これ発売前ね。で、11月15日にゲームの発売を控えた11月頭より、新キャラや新ポケモン、その他過去作から登場する旧ポケモンなど多岐にわたる情報が突如インターネットに流れ出した。そうした内容については賛否両論が巻き起こっていた。株式会社ポケモンインターナショナルはこの情報流出について、ポケモンインターナショナル、この情報流出についてサプライズを奪う行為であると訴訟を起こし、流出させた相手の特定を進めていた。これが12月段階ですね。で、そして今年2月に入り、どうやら流出させた人物が特定されたようだ。はい、来ましたよ。その人物はなんと任天堂を応援し続けていたファンサイトのライターなどだという。任天堂から声明を受け取った、まあここちょっと名前はいいや、他の記事のサイトだ。ファンサイトのライターということで、まあなんかポケテツさんみたいな海外の人だね、がやっちゃったっていう感じ。あ、ポケテツさん全然悪くないですよ、全然関係ないですよ、今例えで出しただけですよ。で、情報流出の手段となったのは公式ガイドブック、これ入手してたんですね、フラゲで。はい、株式会社ポケモンは公式ガイドブック、ポケモンソーシール、ポケモンソール&ポケモンシール、ザ・オフィシャル・ガーリージョン、ストラテジーガイドなるものを作成しており、そのガイドに掲載された新ポケモンや、ポケモンの巨大マックスの写真が11月頭に、特定のディスコードチャンネルに掲載。これ元ディスコードだったんですね。任天堂一筋で扱うコンテンツも任天堂のプラットフォームのみという徹底ぶり。同サイトは、任天堂からも信頼が寄せられており、もう公式のコネクションがあったサイトなんだよ。で、例えばポケットモンスターレッツゴーピカチュウとイーブイでも発売の3日前にレビューを公開しているという、信頼関係があり、発売前にゲームロムをもらうような仲だった。まあ、ちょっとこれ説明しますね。僕もともとゲーム業界で働いてました。で、まあ、先日辞めたんですけど、これどういうことかっていうと、まあ、僕ライターだったんですけど、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ EV の発売前の3日前のレビューっていうのは結構大手じゃないと無理です。もう株式会社としての信用がないと無理なんですよ。なんだけどファンサイトにこの発売の3日前にレビューを公開させたってことは、もうレギュレーション握って、お金払ってみたいな、契約してみたいなやってるってことは、多分1ヶ月前からこういう話、1ヶ月前以上かからこういう話があって、2週間前ぐらいに記事を完成させて、任天堂の、確認を経て、レビューを公開するっていう形になる、まあ、ある種の PR 作業になるわけですね。広告会社みたいな役割を持つんですよ、こういう時って。ライターじゃなくて記事が。なんでこれを見てみんなが、あー、なんか巨大マックスってクソ要素みたいだなとか、
巨大マックスめちゃめちゃかっこいいし、バトルの環境も整いそうみたいなね、今度は皆様のレビューが始まるわけじゃないですか。それをやってたってことは相当信頼関係があるし、相当すごいファンサイトだね、これがやっちゃった。実際皆様も被害を受けましたよね。めっちゃ知ってるポケモンしか出てこなかったもん。見たのが悪いんだけどね、見たのが悪いんだけど、そもそも見るようになるようにしたのはこのレビュアーだからね、リークさせた。だからみんなも被害被ってるからさ、それは任天堂はその楽しみを届けたかったわけじゃん。こういうポケモンがいるよと、ストリンダーがベビーポケモンだよみたいな、そういうサプライズを届けたかったことに対しての、そのエンターテインメントに関する損失っていうのは本当にでかいと思いますね、これ。まあね、なんかコメントあれしたみたいですけど、皆さん大丈夫ですよ。タイムアウトしちゃった人多分ミスなんで、ちょいしたらコメントできるようになると思います。まあ社会って難しいよね、責任取らなきゃいけないからね。しかもまあ機密保持契約結んでたんであれば、まあ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 、ファンサイトが悪いかな、しっかり管理しろよって話だしね。まあでもそこまで管理するんだったらさ、なんか社内の人間に桜でレビューさせた方が良かったんじゃないのこれ。なんかね、かわいそうだから。そういうことなんだ、任天堂ダイレクトって。なんか他社に任せると変なことになるから、基本任天堂ダイレクトでやるんだって。なんかロム配るのは危険すぎるんじゃないか。あと紙はちょっと持ち運びやすいでしょ。はい、そういうことでございました。ポケットモンスターソードシールド発売前にゲーム内容をリークしたのは任天堂が信頼していたレビューサイト。はい、幻のポケモンシルエットがね、スクープされるらしいんですけど、まあ、コロコロって3月号って2月に出るんで、これなんかさ、昔から意味わかんないんだよね。雑誌って1ヶ月前に出るじゃん。なん待てないのこの人たちって。はい、で、詳細ね、コロコロのサイトからいきます。公式情報です。先日発表された通り、何の話？2020年2月27日のポケモンデー。そうだ、ポケモンデーだ。はい、ニンテンドースイッチのソフト、ポケットモンスターソードシールドでは、ちょっと飲み物飲んでいいですか？ネチャネチャしてきたわ。大丈夫、ポケマス俺10万課金してるから。ポケモンデーは、ニンテンドースイッチソフト、ポケットモンスターソードシールドって、日本語おかしくね、特別なマックスレイドバトルが開催される予定だ。あ、そうなんだ。だって。で、スマートフォンアプリポケモン GO においては、ゲーム内でのイベントが予定されて、あ、27日、そんな暑いの？いつよ、それ。木曜。で、さらに、ポケットモンスターソードシールドにて、新たな幻のポケモンの存在を確認と。で、このポケモンは4月10日金曜日に公開が予定されている映画、劇場版ポケットモンスターココナッツにも登場することが判明したぞと。だから、ポケモンの題材になる、新たな幻のポケモンがまた出るっていうことね。バドレックスは別だね、これ。だから、2月27日、当日には幻のポケモンの姿や名前などのより詳しい情報が公開される。だから、コロコロ買わなくてもいいって。で、2月15日土曜発売のコロコロ3月号では、まあ、そのシルエットを世界最速で公開しちゃう。いいのか、コロコロということで。で、コロコロチャンネル生配信でコロコロ本誌をチラ見せということでね。そう、今日だよ、これ。あ、もうみんな見逃してるわ。ちょ、見に行こうぜ、これ。これ、さあ、ちょ、待って。20時スタート。2月12日、水曜20時スタート。幻のポケモンのシルエットも一部チラ見せしてしまうかも、だって。多分今現時点で、あ、これ僕が雑誌を見たやつじゃないっすよ。これなんかアイキャッチのやつなんで。はい。で、今、
だこれ以上見たい方は雑誌買ってくださいみたいな画像だぜひ雑誌買って。あ、この人晒してるわけじゃないよ。はい、はじめまして、本日の動画は拝見しました。前にスマホで動画を撮っていたらニャビが交換でこれ相当前だぞ、送られてきたことがあり、あ、送られそうになったことがあり、動画を撮りましたと。さすが素晴らしいリスナー。ちょっとちっちゃいけどねいつのやつだよこれ。なんでいいんだよニャビ、ありがとうね。動画クサなんだけど、めっちゃ普通に送られてきた。これ外人ですね。ちょっとちっちゃいから見えないと思う次も草ですよ。次一番草かもしれん。俺草笑ったわこれ。はい、はい、星4の、ソルガレオレイドです。星4のソルガレオレイドです。星5の、ゼクロムレイドですこの人はやってない、即抜けしたって。様子見するためにスクショしたらしいです。ありがとう。星5のドラゴン電気。いや誰だろうな、でもこれ分かんないよな、ドラゴン電気だけじゃさすがに分かんないわ。これ多分みんな分かってないでしょ、これ誰か。これ分かんないでしょこれコラじゃないよ多分。これガチだよ。俺も見たことあるもん。ちなみに。知らない体で今言ってたけど。俺も見たことあります。あれはあるね。ただ、ミュウのレイドは、あれはね、コラというかネタなんだよ。メタモンに変身させると、ミュウのレイドが出せるみたいな。意味わかります？メタモンがミュウに変身すると、あたかもミュウのレイドみたいになるみたいなのはあったんですけど。こんなポケモンいるかな？なんか今、画面に同じようなの映ってる気がするけど、気のせいだよね。なんかめっちゃ似てない？この黒いやつ。あれ？でも顔隠してるよね。あ、あれ？あー、どっか行ったな。違うってことか。いや、でもさ、これわかんないよ。理論的にはわかんないで言いますね。理論的にはわかんない。だけど、感情論的には6V のメタモン流す。価値があるメタモンじゃん。言うても。流すか？流さないだろ。したら改造だな。若干ネタバレになるか。サトピカ遅れるらしい。これもう遅れるのかな？これ一番やばいでしょ。遅れなかった。やばいわ。いなくね？これいた？これいた？いた？え？あ、遅れるんだ。で、サトシ月光がダメなんだって。ピカチュウ枠で遅れるらしいです。これ送ってみよう。あ、改装じゃないっすよ。サトピカ遅れるらしいですね。これわかるかな？ちょっと出ちゃった。悪いことしてるわけじゃないけど、あんま長時間晒すのはよくない。これね、ニンフィアがじゃれてて、いや、やきもち焼いてんすよ、マホイップ。こんな演出あるんですかね？偶然ですかね、これ。これ天才じゃないよな。この人だよな。なんか結構見られてるね。4.9K 見られてる。これすごいよね。奇跡の動画だよね、これ。結構プイってやるよね。これすごいわ。はい。そんな感じですかね。DM はこんな感じかな。終わったわ、話。どうでした？今日の配信内容。結構いい感じになったんじゃないですかね。はい。じゃあやりますか。ミロス見てたら、ミロスっていうところある。ミロちゃん見てたら、一回ブラウザを閉じてください。ミロスさんっていうね、実況者の方、皇帝様なんですけど、がいるんですけど、今度、リスナーからもらった状態のポケモンをそのまま使ってバトルが成立するのかみたいな
企画をやるので、まあ、ちょっと交換をねしたいと思っております。さあみんなが用意してきたポケモンだけだぞ。ただ今日初見さんで来た人はちょっと控えてね、大変なことになるんでね、企画がみんながね用意してきてくれてるんでね、準備したポケモンを、まあでも仕方ないけどね、俺も制御できん、この500人ぐらいは制御できんわ。来た、ポケモンホーム実装されましたね。ハグマルさんおめでとう。色違いかどっちかがいい。色違いはちょっと特性が微妙、こっちは完全理想個体。魔法見る待って、おい全然気づいてなかった、何してくれてんねん。ハグ、ハグなんとかやったな。早速ちょっと待って、これやばいでしょ絶対。え、これ絶対やばいよ。魔法見る、まあでもあっちもどうな、スイートベール、ドレインキス、マジかな。くっそー、ダメ、タイプは。アシストパワー、使えねえじゃん。ただの、威力20の技じゃん、これ。の代わり、僕は、理想個体のワシボンか、色違いのワシボン。ラスイチだけどね。色ラスイチよ。誰？アシメさん、色違いか、ナイス！何人とかまではないけど、もう増やさない多分。いや、ありがとう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 。色違いの価値はもうないから、みんな搾取って言うねん、もうみんな持ってるから赤キャラ。ああありがたい、ありがとう。違う、それは違う、間違えてる、間違えてるよそれは。あー、これは抜きエースですね。ダイジェットいけますんで、これ暴風でダイジェット、ダイアイス、ダイバーンですよ。めちゃめちゃ強い、ありがとう。絶対レイドさんでしょ、誰も用意してくれないじゃん俺のために。まあ、俺がさ、逆に、用意するか。うわ、持ち物持ってる。お、技よくね？技つ、いいよ、いいよ。あ、そう、使える。ダイでもいける。チャイボ、強いよ、これ。でこいよ。名前よ。名前、なんで俺金玉あげなきゃいけないの。金玉ハサミ入りょうちんですか。俺金玉あげなきゃいけない。広大、これ金玉くれじゃないよ、絶対笑ってるでしょ今。画面の向こうの顔見えてるからね俺、絶対笑ってるでしょ。三股が送られてきたみたいなもんよ俺。広大笑ってんだろ、パソコンの前で。金玉くれ、渡せた、やったって用意してたんだろこれ。名前広大、ありがとう。なんでもらってんのに金玉くれなんだよ。どういうことなの。広大 6V じゃん。ポケでしょ、闘争心。おい、金玉くれってそういうことかよ。マフェット、次じゃちゃんと告知しますね、交換するタイミング。よしね、あー大変だ、やっちゃった、やっちゃってね、いっちゃん、やっちゃってる。わざだけふざけちゃった、あーやっちゃった、これ意地っぱり大変だこれ。あれだね、ブトゥームの強いガキ、イエスさん。めっちゃ猫来てる。さあ、こいつどうなるよ。マホミルやったな。
マホミルやったな。同説減らすなて。なんで俺のポケモン欲しいのにもらえなかったら逃げんのよ。どういうファンだよ。もうどういうことなの。もう嫌わないでください、僕のこと。500人と交換できないですって。なんでそのバーって減ったの今。そんなことある。なんか起点多くねっていうか、どんだけこの人サポートすんのよこの人。もうもう正解なんだよな。そうなんだよ、俺正解なんだよ。これオチになってんだよ。もう天才だよハルト。わかる？ちょっと今ちょっとマジでリスナーすげえなって思った。もしもし、はいはい、終わったけど。あ、終わりました。どうすか。僕交換中です。早く終わらせてくださいよ。あ、すいません、はい、すいません。お絵描きの森するんだから。あ、はい、すいません。お絵描き、はい、はい、お絵描きの森の配信なんで今日、はい、あ、そうなんですか。そうっす、あのこの変な企画とニュースやるためじゃなくて。あ、違うんですか。はい、わかりました。なんで突っ込まないよ。変な企画ってドゥフドゥフって言わなきゃ。いや、サボさん、いや、ドゥフドゥフ言ってなくないですか、いつも。なんかシンプルに言われてしまうんですよ。デューって言うじゃん、いつも。シンプルにいじめられたんですよ。デューさんって言って。デューって。そんな感じで言ってないです、俺。何ですか。ひどい。こんな配信、みんなあのね、配信モードのミロス結構おもろいんですよ。え、いや、何、配信モードじゃないミロスおもろい。あ、配信モードじゃないミロス全然面白くない。こう配信モードの時ね、結構ね、口悪いんですよ、この人。いや、違うよ、それ、サブちゃんだからとか言ってたけど、普段いつも口悪いからね。いやたまに。違います。